ミンスクの国立博物館に展示される、シャシュカ上下に並んでいるものは、キンジャールと呼ばれる、コサックの探検。シ,ャシュカは、中世時代から、カフカス地方のグルジア人、チェチェン人、アビゲ人、オセット人などが用いるサーベルの一種である。カフカスサーベルとも呼称される。ツバのない片葉の湾東で、18世紀から行われた、ロシア帝国の南下政策によるカフカスの、 植民地化により、ロシア軍に借用され、竜騎兵とコサックが使用した。ロシア帝国軍の竜騎兵が装備した、1881年式竜騎兵サーベルにも、射手化の名が付けられているが、これは刀身をはじめとした全体の形状こそほぼ、コサックの用いた射手化に同じであるものの、通常のサーベルと同じように、森剣と呼ばれる柄を囲む大型のツがついている。 シャシカの起源はカフカスの山岳民族が用いていた刀剣であるとされており、シャシカの名はアディゲゴで長いナイフを意味する写コ工に由来するとされる。カフカス地域に大きな影響を与えたイスラム勢力の刀剣の様式が導入される過程で変化していったものと考えられ、中9世紀以降カフカス地域が ロシア帝国による侵攻と支配を受けるようになると、支配の先兵へとして動員されていたコサックによって用いられるようになり、現在知られている様式の刀剣として確立された。車手下はコサックによって伝統的に用いられたほか、ロシア軍の装備としても用いられ、ソビエト連邦成立以後も引き続いて装備された。 第二次世界大戦でも、赤軍騎兵部隊やコサックの騎兵たちによって、実際に戦闘で使用されている。21世紀の現代においても、ロシアやウクライナ、ベラルーシでは、儀礼用装備としてではあるが現役である。現在では上述の儀礼用軍装品として、用いられているほか、美術工芸品として売買されており、現代に作られたレプリカ品や刃を持たない。 模擬刀剣も制作されて販売されている。また、ソビエト発祥の軍隊格闘術であるシステマには、射手化を用いた術法、動作があり、システマの練習、演舞用の射手化型の武道具も存在している。射手化の名で呼ばれる刀剣にはいくつかの様式があるが、刀身及び外装の基本的な形状は、概ね同一であり、 全長は標準で80センチメートル程度、鞘を含めない重量は1キログラム前後である。片刃で反りの小さな幅広の刀身と非常に短い柄を特徴とする。儀礼用として用いられたと見られるものは刀身に装飾目的の彫刻が施されており、柄や鞘の金具部分にも装飾が施されている。これらの品は工芸品としても高い価値を持つ。 刀身長は 70cm ほどで、欧州やイスラム諸国で、一般的に見られる片葉の極刀類と比較すると、総じて太みであり、切っ先も大きい。切っ先部分の身がもろ葉になっている刀身を持つ者も、もあり、側面に問いを書いている者が多く見られる。年代が古い者ほど、刀身の反りが大きく、細身になる傾向があるが、必ずしもその限りではないものもある。 また、年代の古いものは、作られた、用いられたのがロシア及び、カフカスの南方地域になるほど反りが大きく、細身のものが多い。これは、射手化の発祥と伝来に関連していると考えられている。外装の第一の特徴は、柄が非常に短いことで、片手で持つことが前提とされているサーベル類の中でも、特に短いものが多く、 肩拳分の長さしかないものがほとんどである。塚頭が大きく張っていることが第二の特徴で、塚頭を鳥の頭に見立てた作りのものが多くある。もう一つの特徴は唾を持たないことで、日本刀の担当に多く見られる相口ごしらえのように、鞘の恋口が直接、柄と合致する構造となっていることである。基本的には、 馬上で用いられる武器で、日本の太刀や西洋のサーベルのように腰から下げて蛍光されると呼ぶ。が、それらとの大きな違いは、背管と呼ばれる、吊り下げて蛍光するための金具が鞘の峰側ではなく、刃の側につけられていることで、太刀やサーベルと違い刀身が下向きに反る形で、博士されることが、射手化の大きな特徴である。通常、背管は2つついており、 検体より2本の釣り体を用いて配当されるが、配管が1つしかない形状のものも、軍用サーベルとして用いられたものを中心に多く見られる。ただし、これらも恋口金具のサウラにもう1つの配管もしくは、釣り体をかける金具があるものがほとんどで、純粋に、配管が1つで1本の釣り体のみで博士する、様式のものは少ない。 1881年式季流騎兵サーベルをはじめ、近代に騎兵銃の普及後に用いられたものには、鞘に銃剣を装着して体験するための金具があるものが多い。ありがとうございます。